2009年、弱小球団だった楽天は野村克也監督指揮のもと球団創設5年目で初の A クラス入りを果たし、2位に躍進しました。その立役者の一人が楽天の初代エース岩隈久志投手でした。岩隈は2008年に21勝を挙げ、一人でチーム勝利数の約3分の1を稼ぎました。防御率も 1.87 と驚異的で、最多勝、最優秀防御率、最高勝率の投手3冠に加え、沢村賞、最優秀投手、ベストナイン、MVP をはじめ、タイトルを総なめにしました。2009年3月に行われた第2回 WBC でも、その実力を知らしめています。韓国との3試合は、岩隈がすべて先発して試合を作り、全投手中最多の20回を投げてわずか3失点と、日本の優勝に大きく貢献しました。MVP は松坂大輔投手に譲りましたが、優秀選手賞に輝きました。そしてペナントでは、2009年シーズンも13勝を挙げ、チームの A クラス入りに貢献しました。しかし野茂さんは、一番困るのが数字は一流で、取り組みが二流の選手、と岩隈を名指しで批判していました。さらに野茂さんは、若手選手には岩隈を見習うな、と言っていました。岩隈も、一緒にやっている時は本当に嫌だった、信頼されているのかがわからないと、当時のノムさんとの関係を振り返っています。なぜノムさんは岩隈を一流として認めなかったのでしょうか。ノムさんと岩隈の関係に迫っていきます。大きな代償。2004年オフ、近鉄とオリックスの合併に際して、岩隈はオリックスに分配されました。しかし岩隈は、今まで近鉄で選手として一緒に戦っていた仲間たちがバラバラになり、今まで対戦していたオリックスの中に入るという気持ちにはなれなかった、ならば心機一転楽天でプレーしたいと入団を拒否し、楽天に金銭トレードされました。近鉄で初登板したその後の4年間で42勝を挙げていた岩隈は、楽天のエースとして迎え入れられました。2005年3月26日のロッテ戦、新球団として参入した楽天の記念すべき公式戦1試合目の先発は岩隈でした。岩隈は圧巻の投球を披露し、1失点完投で歴史的な初勝利をマークしました。この試合のことを岩隈は、心に残る特別な試合としており、このようなことを語っています。当時の僕らは寄せ集めと揶揄されましたが、そこは気にならなかった。それよりも新しいチームの初の試合として記録に残るから、何としても勝ちたかった。しかしこの年の岩隈の防御率は、規定投球回到達投手の中ではワーストの 4.99 という数字で、2桁勝利に届かず15敗もすることになりました。近鉄の有力選手の多くはオリックスへ所属したため、初年度の楽天は他球団を戦力外や自由契約となった選手を多く獲得していました。投手陣には2002年にヤクルトで最多勝に輝いたケビン・ホッジス投手や、大学野球では戦後の最多奪三振を記録したルーキーの市場康弘投手が在籍していましたが、2人とも成績が悪く、岩隈が負担を負うことになりました。結果、この年の投手で規定投球回に到達したのは岩隈ただ1人でした。さらに同年途中に岩隈が故障しながら投げていたことが大きな代償となって帰ってきます。岩隈は翌年から1勝5勝と戦力になれず、2007年末には右肘手術を余儀なくされました。この故障を通して岩隈には、無理して投げて肩を壊したら誰が面倒を見てくれるのかという意識が芽生え、自身のコンディションに対して極めてシビアな考え方をするようになっていき、フラストレーションも溜まっていきます。2007年8月23日のロッテ戦では、岩隈とノムさんの息子である野村克則育成コーチがベンチ内で殴り合い寸前の大喧嘩となる内紛が勃発しました。7回表終了後、三塁側ベンチで岩隈と克則が激しく口論し、つかみ合いになる寸前で山田勝彦バッテリーコーチが体を張って止めに入り、橋上秀樹ヘッドコーチや紀藤誠投手コーチも駆けつけたため、なんとか殴り合いは回避されました。岩隈はこの日先発したものの、精彩を欠いて4回7安打3失点で降板していました。岩隈は KO された4回から7回までロッカーにこもってベンチに出てこず、携帯電話で会話をしていました。これに対して
中継ぎ投手が投げているのだからしっかり試合を見なければならないと勝則が注意したところ、岩隈が反論しました。2007年は後背筋炎症や左脇腹の肉離れなどで長期戦線離脱をしていた岩隈には仮病常習犯という噂も飛び交っており、ノムさんもあいつは痛い痛いばかり言っていると報道陣に話すこともありました。堀越高校の先輩である勝則と岩隈は普段は仲がいい関係性でしたが、現役時代から兄貴肌だった勝則にとって可愛い後輩のこうした態度に喝を入れたくなったのかもしれません。岩隈が電話をしていたのは病気の子供の様子を心配してのことだったそうですが、この時期の岩隈は故障もありチームの勝利に貢献できない日々が続いていたので、潜在的にフラストレーションが溜まっていたのでしょう。21勝しても故障で満足に投げられない間に、2007年はルーキーの田中将大投手がブレイクしました。田中と岩隈のダブルエースとしての活躍の期待が漂う中、岩隈も手術から明けた2008年シーズンは勝負の時だと思っていたと感じていました。そしてノムさんはキャンプで、今季はお前が鍵を握っていると岩隈に告げます。岩隈もノムさんの発言を意気に感じたと語っています。かつてヤクルト監督時代、ノムさんは古田敦也捕手に同じことをしたのです。1996年シーズンをヤクルトは4位で終えていました。オフにはトーマス・オマリー選手とヘンスリー・ミューレン選手という主砲が揃って対談したことで、ヤクルトは変革を求められていました。そうして1997年シーズンを迎えますが、主砲が揃って抜けて獲得したのは広島を戦力外となった小早川武彦選手だけでした。当時のヤクルトの下馬評は優勝どころか A クラスも無理という声が多かったのです。この中でノムさんはどうすれば優勝できるようになるのかと考えます。そこで実行したのは古田の自尊心をくすぐることでした。それまでの古田は池山隆寛選手などの先輩に遠慮していたのか、自ら引っ張る意識が乏しかったのです。プロ8年目となっていた古田はそれなりに年季を積んだこともあり、ノムさんは自ら引っ張る意識を古田に自覚してもらわないといけないと感じました。そのためにはいつも厳しくいろいろ言っている古田に対して、ノムさんは自尊心をくすぶる必要があると考えました。ノムさんは古田を呼び出してこう言いました。いいか、うちはお前中心のチームなんだぞ。だから今年は自分が中心として引っ張っていく気持ちを持ってくれ。以降古田の意識は変化し、ミーティングへの取り組み方などが変わりました。ノムさんは俺はいつも褒めないから褒めた時の効果が出ると語っていました。そして古田は1997年はセリーグ MVP になり優勝、日本一の中心に立ったのです。ノムさんは同じことが岩隈にも起こることを期待したのです。そして迎えた2008年シーズン、岩隈は開幕投手を務めて以降どんどん勝ち星を積み上げていきます。6月に早くも10勝をマークし、終盤になっても勢いは衰えませんでした。岩隈は21勝を挙げ、沢村賞をはじめとするあらゆる賞を獲得しました。文句のつけようのない結果を残した岩隈でしたが、ノムさんはエースに厳しい言葉を与え続けました。岩隈が肩、肘の状態を考慮して早い回での降板を申し出ると、球数制限のエースと称したり、俺について来いという気概が欲しいとぼやいたり、さらには完投の少ない楽天先発陣に対して岩隈病が蔓延しとると発言するなど、何かと岩隈をやり玉に挙げました。今季はお前が鍵を握っていると言われていた岩隈は、新聞などで書かれている自身についてのノムさんの辛辣なコメントに心は揺れていました。岩隈は当時のことを、本当に嫌だった、僕に直接言ってくれる言葉と報道で知る監督の言葉、何を信じればよいかわからなかったと後年に語っています。エース論対エース論。ノムさんは岩隈に対して、この時代に20勝は大変なこと、一人で17個も貯金しているんだから、じゃあなんでうちは5位なんだとぼやき混じりに称賛しているように、岩隈の投手としての能力を認めています。ノムさんが岩隈に厳しい言葉を言い続けたのは、岩隈は成績で見ればエースだけどよく登板回避を申し出てきた、ちょっとのことは我慢してチームのために投げるといった気概がなかった、そういった選手は監督として一流と認めるわけにはいかない、だから若手には
岩隈を見習うなと言っていた。 V9 時代の ON のように一流はチームの鏡でなくてはという理由だったのです。また野球評論家の張本勲氏も、100球も投げていないのにエースが同点でマウンドを降りてはいけない、8回9回は一番苦しいところ、岩隈は精神力が弱いと思うと発言していました。ノムさんや張本の意見は嫌というほど岩隈に伝わっていたに違いありません。ノムさんも、ガラスのエースと揶揄されてきた岩隈に葉っぱをかける意味での発言だったかもしれません。しかし岩隈はそんなことで動じるようなタイプではありませんでした。岩隈にはノムさんや張本との理論とは相反するエースとしての哲学がありました。岩隈は当時取材を受けた際に、完投にこだわっても肩を消耗するだけ、大事な試合は行きますけど、そうでない時は1年間ローテーションを守る方が大事、無理をしてシーズン途中で離脱するのは嫌ですからね、結局自分の体は自分で守るしかない、だからそのあたりの判断は自分でしたいと思うという発言をしています。岩隈はエースは完投するものという周囲の期待を察しながらも自分の判断を貫いていました。背負うべきものと背負えぬものを選択し、引き受けたことに関しては責任を持って全うする、それが岩隈が考えるエースの姿でした。 WBC で投げられるのは誇りと発言した岩隈は、2009年 WBC 決勝戦の韓国戦に先発しました。プレッシャーをものともせず、 WBC 史上最長の7回と3分の2を2失点という好投を見せました。大会最多の20回を投げ、防御率 1.35 と抜群の安定感、負ければ敗退という土壇場のキューバ戦でも6回無失点の快投を披露しました。侍ジャパンの原辰徳監督も、私の中では全てにフル回転した岩隈が MVP と称賛を惜しみませんでした。2009年、楽天が球団創設5年目で初の A クラス入りを果たし、2位に躍進しました。第1ステージのソフトバンク戦では、第1戦は岩隈、第2戦は田中将大投手がいずれも完投して勝利を収め、地元仙台だけでなく全国のプロ野球ファンを大いに沸かせました。しかし躍進以上に注目を集めたのが、4年間チームを育ててきたノムさんの退任劇でした。ノムさんは、好成績でクビになるのは納得できないが、トップに言われれば仕方ない、もう1年はやりたかったと発言し、試合前のミーティングでは涙を流したほどでした。クライマックスシリーズファイナルの相手は日本ハムでした。第1戦に敗れ、第2戦も岩隈が完投したものの敗戦となりました。後がない第3戦は田中が完投し、なんとか1勝しました。第4戦、日本ハムがリードするものの、楽天も8回に1点を取って2点差まで追い上げます。その裏にピンチで第1戦で逆転サヨナラ満塁ホームランを放ったターメルスレッジ選手を迎えました。当時の楽天リリーフ陣は不調を極めていました。球場にコールされた選手に観客からはどよめきが起こります。コールされたのは第2戦で先発をした岩隈でした。岩隈がノムさんに自ら話しに行き、志願登板したのです。ここは自分がやるしかないと思った岩隈でしたが、スレッジにスリーランホームランを打たれ、ベンチに帰ってきた岩隈は涙をこらえることができませんでした。楽天の初のクライマックスシリーズは終わりました。しかし試合後に札幌ドームには驚くべき光景が訪れました。監督退任が決定しているノムさんの胴上げが行われましたが、胴上げをしたのは楽天の選手だけでなく、日本ハムの選手や首脳陣たちも加わった胴上げだったのです。日本ハムにはかつての教え子である稲葉篤紀選手や吉井正人コーチがいました。弱小球団をここまで躍進させた名将を楽天だけでなく相手も称えたのです。まさにノムさんという人物が球界に大きなものを残したと誰もが認めた瞬間だったでしょう。野村はこの年を最後に現場復帰をしないまま2020年に死去したため、この年がユニフォームを着た最後のシーズンとなり、最後のポストシーズンで生涯最後の試合となったのでした。試合後にノムさんはスクランブル登板を直訴した岩隈に対して、岩隈が本当のエースになったと満足げに語りました。2012年からはマリナーズに移籍し、日米通じて自身初のノーヒットノーランを達成するなど、メジャー通算63勝を挙げ、日米通算170勝を積み上げました。岩隈はノムさんが死去した際に
このようなことを語っています。本当に野球の深いところを教えていただき、その中でエースとしての役割、立ち居振る舞いだとか大事なこともたくさん教えていただきました。その経験がアメリカで生き、長く野球をやれたのも野村監督のおかげです。そしてノムさんとの一番の思い出については、チームに役立てなくて苦しんでる時も怪我をしている間に厳しい言葉をかけられましたけど、いつだって監督は僕をエース扱いしてくれていました。だから厳しかったのかと今は思います。それがどれだけありがたいことか今だからこそわかりますと語っています。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。